はい、ご乗車ありがとうございます、日本交通クリエイティブデザイナーボンヌこと小久保です。同じく日本交通の、リソースコンサルタントの上田です。本日もよろしくお願いしますこの感じで、ね、はい、ということで、まあ、今日はね、この2人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、まあ、前回の次回予告であった通り、まあ、初の女性陣だけでのこう配信ってなりましたし、まあ、上田はね、本当に私の同期で、入社したタイミングもこっちの、ね、人事になったタイミングも同じだというそんな人なので、なんか改めてこう配信で話すってなんかね、はい、なんかめっちゃよそ行きな顔してなんか普段のね、様子とかも多分見れると思うので、よろしくお願いします。じゃあまず自己紹介からいきましょうか。はい、はい、日本交通新卒採用担当入社3年目の上田理央と申します。私は小久保と同期で2018年に入社をして、でそこからは足立区にある千住営業所というところで、まあ、約10ヶ月ぐらいかな、乗務員として働いておりました。でそこから2年目の春に今の新卒採用チームに移動してきて、早いものでもう1年半が経過したっていう感じです。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、なんかもうさ、よろしくお願いします、もう 3,4 回言ってる。確かにお願いしすぎだね。じゃあお願いをしすぎなので、はい、まあいろいろ私は知ってることも多いんですけど、改めてねこう見てくださってる方に上田のこと知ってもらうということで、どんな経緯で日本交通に入ったっていうのは、多分面接のね逆質問とか面談した時とか、特にこう私たちってさ、まあ、女性社員というかじゃないですかなのでなんか聞かれることも多いと思うんですけど、はい、改めてなんかどういう経緯なのかって教えてください。はい、私大体この質問をされた時に、まず一言目にちょっと話長くなるんですけどいいですかっていうのを学生さんとかにも聞いても、それでね断られたことは幸いないんですけど、私はですね、もともとは警察官になりたかったんですよ。中学生の時に、中3高1ぐらいの時に、私には警察しかねえっていう、刑事に憧れて警察官になるぞって決めたのが、まあ10年前くらいですよね。でそこから私結構決めたら、なんだろうな、まあ、イノシシ年っていうのもあって、結構こうね、一直線に行くタイプで、なんかこう他なんでもない、なんでもないそう、結構ね、こう他のものに目もくれずに、自分のこう目標とか決めたことに向かって、突き進むタイプの人間なので、そこからね、もう就職活動、特にこう民間就職っていうのは、全くこう頭の中になかったんですよ。でそのまま大学、まあ、2年3年と特にインターンシップに行くでもなく、4年生の春を迎えて、こう警察の、一次試験みたいなのを受けに行ったんです、警察学校にね。でそこでなんかこう違うかもしれないと思って、でそれがきっかけでこう帰り道、駅までの15分ぐらいの帰り道でやめようってなったんですよ。警察やめようって唐突すぎるなそう、そこからなので就職活動っていうものを始めて、それがもう4年生の5月とかなんですよ。でも他の友達はもう就活終わってる子もいれば、もう他のね公務員試験の子はまだまだ勉強してる時期だったりしたんですけど、まあどっか入るかっていう初めはね自分がここで頑張ろうって思えるところだったら、特になんかこれはいいあれはいいっていうのは全くなかったので、いろいろ見てみようっていうところで、その時初めてねこうナビサイトに登録をしました。4年生の春にそうで、そこから本当に業界とか職種とか問わずに、いろんな会社をとりあえずエントリーして説明会に行って、まあ、その中で自分のこう肌に合う合わないっていうものは自分でこう取捨選択をして、で最後いくつか内定をいただいて、まあ、なんで日本交通っていうところに関しては、私はもうね言葉では表せられないんですよ。警察違うなって思ったのも、何が違うのって言われるとなんか違ったっていう伝われって感じなんですけど、そう、まあ、なんとなくそのもちろん日本交通の事業にもすごく興味があったというか、面白いなって、一番こう説明会に行って今までのイメージと違うなっていうか、なんかワクワクしたっていうのもあったし、あとはそこで働いてる人がこんな風に社会人働けるんだっていう表情されていたのがすごく印象的で、日本交通にで生きようと決めたのが4年生の夏前くですね。そこでやっと就活が終わった、はい、終わったと、はい、警察はでもあれだっけ、うん、コナンとか
そうそう、もともとちょっとかっこ悪いんだけどね、あのいや小学生の時にコナンにハマって、うん、推理小説とかミステリー系とか、なんかそこでこう、なんだろう、自分をこう犠牲にしてでも社会の平和と安全を守りに行く、その姿がかっこいいなと思って憧れてっていう感じでした。でもそれは違ったなっていう、そう、なんか仕事としてはめちゃめちゃ魅力的だし、うん、かっこいいなって思ったんだけど、うん、なんだろう、仕事以外のところを全然見てなくて、例えばどういう人が働いてるかとか、うん、そこに行ったら自分はなんていうのかな、今の自分とどうこう生き方を変えなければ、振る舞い方を変えなければいけないのかっていうのを考えてなかったのよ。もうその仕事一本で見ちゃってたから、うん、で一人で働くわけじゃないじゃん、社長とかじゃない限り、うん、そうね、そう、それを忘れてて、あ、自分一人じゃねえなって思った時に、初めてその周りで入った時に一緒に働く人の表情とか仕事に対する向き合い方とかっていうのを見た時に、なんか自分のこう理想というか思い描いてた形とは違うなっていうのにちょっと気づくのが遅かったんだよね。うーんでも気づけてよかったなって、それこそね、そこ気づかずに入って全然違ったってなって、今ね苦しい顔して働いてるのは避けれたっていうので、まあナイスって思ってます。過去の自分ないですよ。ないです。はい。なるほどね。不思議だよね。あの上田ってさ、私とこう一緒の部署で今働いていて、なんかやることはさ、割とカッチリしたものじゃない？うん、なんだろう、さっきのさ、なんだっけ、あの、何コンサルタント？リソースコンサルタント。リソースコンサルタント。これね、さっきなんか30分から1時間ぐらいずっと何にするって考えてたんですけど、予定とかね、スケジュール管理とかも全部上田が部署の人たちもやってくれてたんですよ、今まで。20人弱とかいるの。そうだね。ね、うん、きっちりかっちりみたいな、なんかそういう仕事の仕方をしていて、でかと思えば私はね、割とこう、なんでしょう、感性で動くタイプというか、なのでなんか真逆だなと思ってたのに、なんか話聞くと結構ふわっとしてるなぁと思って、褒めてるのか、けなされてるのか、うん、なんかまあ思った以上にね、堅苦しくない人間だったっていう、堅苦しくはない、うん、言わせちゃったみたいな、言わせちゃったね。でからのさ、入社して、うん、あのめっちゃ初期に出会ってるんだよね。あの上田がね、千住営業所で、私は池袋営業所なんだけど、うん、あの配属の前に、そうそう、いっちゃ初めの一発目の研修、うん、だよ、うん、だよね。そう、たまたま席が近かった、そう、たまたまなんか同じこういう机に3人座ってた、そうそう、ここ多分3人座って、これ適当に座ったところにいたんだ、いたって、そう、そう、で、あの時なんか一緒に行動してたよね、一瞬、その最初のなんか3日間ぐらいで一緒に、ね、お弁当食べたり、食べたのかな、食べてたり、食べたね、ね、多分、うん、で、あの写真撮ったね、写真撮った、これもだってなんで撮ったのか覚えてないもんね、多分こんなさ、だって撮るキャラか私たちっていうさなんか研修の最後の日、うん、とそれこそ次は配属先にこう行っちゃうから、うん、なんかこう同じね、机の、まあ、よしみとして写真撮ろうぜみたいな、撮っとこっかみたいなキャラじゃないことを、気持ちが私たちにもあったんだねすごいよね、ちゃんと私第一ボタンをでも閉めてる、閉めてるし、髪が黒い、髪がね社会人になるぞって意気込みすぎて地毛よりも黒くしてしまったっていうこの私のさ、超頼りなさげな、ね、ナナちゃん顔と前髪があるところとかね、口から出てきました、出てきました、今ばかり、そっかっていう時期もあったねっていう、で、そしたらまあ再開しましたよね、そう、2018年入社で一番最初に本社に来た、でそこで配属されたのがちょうど私と上田の2人で、あ、同期で、あ、なんか上田って人、昔会ったそんな感じだったの、私はね、知ってたよ、もういや、なんかね、社長さんじゃあ、もう ここはいろいろね、メディアとかにもこう、メディアっていうとあれか、なんかプロモーション、そうだね、正直言って会社も、そうそうそう、結構乗務員時代とかも、そうそうそう、出ていた、出てたからで、もうさ、1年くらいまるまるさ、なかったですね、そうです、全然、研修の時出会って、接触写真撮って、バイバイっつって、なんか最近どうとかいう仲じゃないじゃないですか、聞かないそう、なのでなんかね、そこで、あ、同期で、しかも、まあ、女の子だし、うん、おーって思いながら、そうそう、来て、なんかその後も接触なかったよねなかったんだよね、同じ人なんだけど、ね、そう、必要最低限の、うん、特にこう、なんだろう、仕事終わりご飯食べに行くとかでもなく、うん、なんか ね、別にギクシャクも全然してなかったしまあ、なんで仲良くなったか、最近めっちゃ仲いいんですよ、この間、先週末もあったし、
今週末も、うん、今週末、来週もあるし、再来週もあるし、ね、再来来来週もあるし、再来来週末上田で予定埋まってる。そうそう、友達になったね。友達になった。友達になった。そうそうそう。10ヶ月ぐらい前。10ヶ月ぐらい前。うん、ちょっとじゃあ何があったかっていう話。そうだね。うん、あれは忘れもしない冬の日。台本読む。いや、上田鍵括弧あれは忘れもしない冬の日でした。点点点点。めっちゃ適当に書いてある。あの私はね、もともと趣味で結構舞台とか見に行くのが好きって前もねお話してたと思うんですけど、そういうのに通ってたんですよ。で、ある日あれなんか無料ライブかな、なんかこうお試し版じゃないんですけど、あの誰でもね行けるよみたいなライブがあって、で上田もその当時から予定組む人をやってくれていたので、結構ねあのこの日は感激の予定あるとか、あの聞いてくれたりちょっと気使ってくれたりとかで、結構なんだろうな、分け隔てなくいろんなジャンルこう吸収する人じゃない。そうだね、勧められたものは全部食ってみる、全部食ってくれるから、ね、なんかそこでねふと上田これ来てみないっていうので、私のこう推しの人たちのライブに呼んだんだよね、うん、2月10日違うかな。すごいすごい怖い。その時に行って、そこからでも割とハマってくれ、いやでもねあの時はねまだねそんなになんか、うん、すんって、ほんほんほん、あそういうものがこの世にはあるのかっていうアーティストももちろんこうね生で見ておーってなったけど、それよりもこう周りのファンの人たちなんかに結構私はびっくりした、はい、あね、普段その趣味として行ってたのがなんだろうバンドのライブとかだったから、ね、ペンライトを振るとか、なんかこう、うん、推しを模したぬいぐるみをこう持つとかっていうのが結構こう、ね、カルチャーショックというか新たな世界だったから、うん、そこに国宝みたいな人がいっぱいいるって思ってそれでその日はね、うん、終わって、その後ゴーゴーカレーをね食べに行って、あカレー食べた、確かにうまいんだよゴーゴーカレーって、うん、なんかボリュームすごかったその後か、あの偶然、まあ、コロナ直前みたいな時期でなんか流行り始めみたいな時期でライブをやったんですけど、なんかちょっとね地方にいる私の友達があの来れないってなっちゃったんですよ東京に。でチケットが余っちゃうどうしようってなった時に、あじゃあ上田呼ぼうってこの間見てくれたしっていうので、幕張メッセにね、うん、あれ幕張だっけ、幕張だよね、一緒にあの行って、そこから結構本格的に陥った、ね、めっちゃ覚えてるね、そこのさ横の部屋のさ、うん、コピー機の前でさ、うん、なんか上田今週空いてるみたいな、そうそうコピー機の前で話したこの急にさそんな空いてるなんて聞かれたことなかったさ、ね、私もさ急に予定聞かれてさ、そう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 空いてるよって言ったら、うん、ってすごい下からねもしよかったらって来て、そう2回だよね、しかも公演、ね、昼公演と夜夜を一緒にね見て、うん、一緒にねペンライト振ってぬいぐるみ持って、うん、そしたらね上田の吸収力が思った以上に半端なくて、いやもうスポンジだったよね、スポンジびっくりした、我ながら、うん、なんかもうその10日後ぐらいにはさその関連の舞台とかさあの配信でされてるやつ、うん、ネットにあるやつとかなんか全部見終わって、見尽くしちゃった、見尽くしちゃってネットとかでよく上がるねあの特集記事とかもなんか全部読んでる、経歴とかなんか気づいたら全部把握しているっていう、すごいポテンシャル、ね、高かった、そう、その見せつけちゃって ね花開いたなと思ったらそしたら今度はね上田は上田でそっちの道を開拓していって、まあなんか最近も舞台見に行ったりなんか推しのイベント行ったりねっていうのをしています、はいっていう感じだね、うん、やっぱりあの趣味というかね、同じジャンルに落ちたオタクは仲が良くなるっていう、うん、これだよね、はい、はい、お互いの推しのいいところをね、うん、見せまくって、でも国母がなんか、ねうん、私の推しの写真を LINE でこう何も言わずにポンってこう送ってくる時期があって毎日なんか仕事終わりに国母がリマインドみたいな感想もなしにさポンっていうのを送ってくるから、言葉なくても通じるのかなっていう域になったので、出したので、そうこれっていうのを投げて受け取ってます、それなみたいなこんだけさ、なんか言葉言語化しようとか言葉の定義をみたいな話してるのにさ、そこはもうね分かり合ったものは言葉を超える、ね、もう共通言語がまたもう言語じゃないもので通じ合っているっていうそういう領域になったね、はい、なりましたね。最近オタクになった人のこうなんだろう、ビフォーアフターみたいな心境の変化とかって覚えてる？
いやでもね、実はね、私もまあオタク気質ではあったんですよ。気質はね、やっぱね、うん、ポテンシャルは高かった自分で言う。あ、それこそコナンとかさ、うん、何銀魂とか あの辺は普通にこう兄弟までいかないけど、でもみんな通るよね、その世代の人。まあ、いやでも結構ガチガチだった。あ、ガチだった。ただそのやっぱ田舎だったからさ、アニメイトとかもさないしさ、なんかさ、最近都心に出るためにアニメイト行ってもね、昨日も一生懸命で、ね、受けて、そうアニメイト池袋で受けて帰りに。そう、私はその年齢的にもさ、やっぱこう限られるじゃん、媒体受けられるものがさ、当時はさ携帯もガラケーだったし、うん、なんかテレビとあとなんかスーパーで売ってるあの玩具、なんだろう、菓子みたいな、あれね、そうなんかキラキラ光るさ、はい、カードとか、あとはなんかこうイオンにあるガチャガチャとかさ、はいはいはい、そう、 そういうのは結構集めてたりはしたし、あと私もともとジャニオタじゃないけど、うん、ジャニーズが好きだった時期もあって、うんうんうん、中学生ぐらいまでジャニーズ好きだったから、うん、まあ、推しがいる生活は別にそう経験してたんだよ、うんうん、でもなんかそことはまた違うね、年を重ねて経済的にも余裕ができたから、うん、そのお金のさ使い方、うん、なんかこうに、なんだろうな、ジャニーズが好きないというか、なんか、あ、推しがこれ出します、はい買いますって、うん、そこのなんかここはもうね、なんか脊髄反射みたいになった。なやっぱなった、うん、で国語がさ同じ DVD を3枚買ったとかさなんかさ言うじゃん、うん、なんかランダムブロマイドもさ40枚とかさ、うん、えーって思ってたの。そこはそのまだ同期だった頃、同期だった頃っていうか友達になる前今も思ってたんだけど、いやそれ買うわって、それはすごいあれ、ね、分かるようになった。そうだった、そう、すごい社会人の力すごいよ。そうだね、これは学生だとある程度のさ制限というかさ、我慢しなきゃっていうのはあったと思うけど、うんね、そこをなんか自分で何にお金かけるかも選べるっていう。そうだね、うん、楽しいね、楽しいね仕事の話もなんで固まるのしたいなと思って、まあ、今ね本当に N プロジェクトが始まったりとか、あのオーディション採用、プロフェッショナル育成採用と、あの新しいことをいろいろ始めてて、でまあ、まさにね上田、まあ、上田とかあの最上さん、高木さんとかのチームとかが結構こう、ね、うん、主として、うん、あの新しいものを打ち出してるじゃないですか。どうすか、どうすか、うん、いやでもなんかすごいこういろんなことが本当リアルタイムでこう変わっていくっていう、なんかこれって案外なんか今までありそうでなかったというか、なんかそれこそこう採用の形というか仕組み自体をこうぶっ壊してなんか再構築してるじゃないですか。脱構築だね。そう、脱構築っていうのが、うん、なんかすごいね、今までなんだろう、自分の生き方的にあんまこうなかったんですよ私。なんかさっきのねこうと決めたらこうみたいなの、本当に生き方がそうなんですけど、なんかそれがないからすごくこう新鮮だし、あでもこういう風に仕事って作られていくんだなっていうのを感じながら、うん、うん、面白いなと思っていろんなことに携わらせてもらってるっていうところです、うん、上田さ、あの SDGs の17項目目標とすべきゴールあるじゃない、うん、あれの中だったら何やりたい人？私はね、この3番のすべての人に健康と福祉をっていうのが一番 SDGs 見た瞬間に、あこれだなって思ったのよ、意外でしょ、意外、うん、なんかめっちゃうなずいてる小川優子がそう、まあ、なんかちょっと個人的なあれになるんですけど、私結構その福祉とかに興味があって、ちっちゃい頃から。あでも警察とかもやっぱそう、そうそうだね、なんだろうな、なんか人が住みやすい、うん、なんだろう、ちょっとしたなんだろうものとかもそうなんだけど、なんていうのかな、あのおばあちゃん子なんですよ私、うんうんうん、で結構お年寄りっていう存在が自分の中でなんだろうな、好きっていうと変だけど、うん、そうで母とその祖母があのなんだっけ介護士の資格とかを持ってるのもあって、うん、結構ちっちゃい頃からボランティアとかで老人ホームに行ってお年寄りのお高齢の方となんか運動会したりとかそうしてたりとか、大学の時もインターンシップでなんだろうな、1年生の時にそのナーシングホームみたいなところに行って介護の勉強をしたりとかそうしていて、やっぱねこう日本見た時にも少子高齢化とんでもない速度で今ね進んでいるから、今はこう20代、ね、半ばだからそんな考えないけど、これめちゃめちゃ大事だなというか変えたいなって思っていて、
で、そうだから多分学生の頃に日本交通いいなって思ったのも、私はあのお出かけサポートタクシーなんですよ。ああ、そっちだ。これめっちゃいいじゃんって思って、なんでこれ知られてねえの世の中にって、うん、めっちゃね学生ながらに上から思って、うん、そうだからそこをねなんかできることめちゃめちゃあるなと思っております。うん、なるほどね。意外だ。意外でしょ。そう。意外だった。これはちょっと今日初めてです。本当に友達歴11ヶ月だけど。そう、うん。お年寄りの困ってるのを見ると、うん、なんかね心がギュッてなるんですよ私。上田はさ本当にそういうのにずっと携わってきたりとか身近にそういう人がいたっていうのもあるだろうし、なんか私たちの問題でもあるじゃん。うん、今こんだけ。問題になってて、でもじゃあ私たちがその世代になった時に社会がどうなってるのかとか、うん、ちゃんとねなんか今お金の問題もそうだし健康福祉の問題もそうだし、うん、いろんなことがこう、ね、うまくいかないかもしれないとか不安を煽るようなニュースが日々流れる中で、うんうん、他人事じゃないよ、もうみんな本当にこれから先を生きる一人一人の問題だなって思うので、うん、なんかねそれは確かに大事だよね。え、国語は国語ね、いやどうなんだろう、パッと見ででも身近だなと思ったのはやっぱジェンダーかな、ね、結構昔から男なさりというか、うん、でなんかこう学校とかでさグループになってじゃあ発表会しますとかなってもなんか私リーダーでなんか他全員男の子とかをはべらせて、はべらせて言い方そういうのとかもあったりして、だから日本交通とか選ぶ時も別に男性が多いとかは気にはならなかった、うん、むしろなんかそこにこう新しいものをこう自分がね持ち込めるかなとは思ってて、でもなんかやっぱりこう世の中で生きている中で女性だから不利とか男性だからとかいうわけじゃないんだけど、なんかどっちの目線でもさこう息苦しいみたいなのってあるじゃん、なんでこんな思いしなきゃいけないのかなっていうのは女性目線でもやっぱあるし、多分男性もねなんかこう固定観念とか男だからこうあるべきとかなんかそういうもので悩まされなきゃいけないのかなんかね嫌だなと思って、うん、留学行ってた時とかもそういうジェンダー論みたいなのを授業を受けたりしてすごい印象的だったのが、なんかあのフェミニズムってまあ今あるじゃない、うん、もうなんかそれってあの女性のその地位改善とかそういうものじゃなくて、その男女が両方ともこう生きやすい社会にするための考え方だよって言ってて、うん、あなんかさすがだなというかあのちゃんとなんかそういうのを分かっている人とか、まあ、国としてもうちょっとそういう意識が浸透してるんだなとかっていうのを、それ言ってたのはねその海外の、あの男性の先生だったんですけど、そうそう聞いて、あなんかそういうのってもっと浸透していくといいのになとか、今就活してても結構やっぱ聞くんですよね、女性の学生さんだと女性としてこの会社で働くのどうなんですかとか、なんか女性で働きやすいですかとかって聞かれるじゃん、でもぶっちゃけ私はこの会社の好きなのはあんまりなんか男女差を意識しないというか、なんか上田とかともよく話すけど関係なくねなるじゃん、この会社にいるとそう本当にこれが理想だなって、なんか男とか女とか意識しなくて仕事で何かこう差がつくわけではなくて、まあ、もちろんそれぞれの良さとかを生かすっていう部分にはあると思うんだけど、なんかそこで劣等感を抱いたりとか、なんかね優劣がついたりとかすることなく自然とやってる、だからなんか本当に目指したいところはなんか女性ドライバーとかいう言葉もなくしたいよね、男性ドライバーって言わないもん、そう言わないんですよ、男性のなんだろう保育士とかもジェンダー感のギャップであったりとかその固定観念があるからこそついてしまうね、こう枕言葉的なのとか、ね、何々女子とかさ何々男子みたいな、そうだね、なくしてこって思うわけですよ、それをやるにはめちゃくちゃいい土壌じゃないですか、日本交通っていうこの新しいことをしててこんだけ男社会っていう印象があるタクシー会社の中でこんだけもう活躍してる女性たちがいるから、いろんな形でね発信できると思うし、なんかそういうのをさ変えていきたいんだよっていう前さあの会長がイベントで、ね、そうイベントで、ね、学生さんからの、そう女性の学生さんからなんか本社で、ね、女性のその活躍とかってどうなってますかみたいな質問をいただいた時に、ね、すごい頼もしかったよ ね感動したあの男とか女とか関係ないよって、その人のその個人の力をどうやって生かしていくか、その人がどうやって働いていくかだっていうふうに言い切ってくれたのがすごい嬉しかったよ ね、なんかねこれ愚痴になっちゃうんですけど、なんだっけあのキャリア支援課の人とかそういうアドバイザーみたいな人にこう就活相談しに行ったことがあるんですよ、
なんか、まあ、女性はやっぱりね事務職だよねみたいな話をずっとされて、いや私まだ結婚とか出産とかも全然考えてないし、とりあえず自分でちゃんと自立して働く総合職でっていうのを考えてるんですけど、うん、なんかずっとその話をされて、で大手の、ね、こう総合職受かって、でもこうなんだろうな、病院とかのこう事務が受かって、でなんか事務職を選んだ子を、いやその選択は賢かったよねっていう思い出話をずっと、ね、されて、うん、なんで今目の前にいる私のこと見てくれないんだろうもそうだったしなんかもう今こんだけ社会が変わっていってるのに、まだそんな考え方にとらわれているとか、うん、女性は結婚すべき出産すべきとか、いやいやいやと思って、うん、ちょっと就活期にね、なんか人間不信になったり、ね、したんですけど、まあでもそれでね、逆になんだろうな、あこの人のアドバイスは信じられるなとか信用できるなっていうのと、うん、あそうじゃない人はもう自分で決めようっていうのはその時に思えたんだけど、うん、そうだね、就活しててもやっぱ女性はこうスカートの方がすごいね、なんかパンツはやっぱり印象悪いですかとかっていうの、うん、メイクの仕方とかもそうだし、結構髪型とかも、うんね、なんかどこの受けを狙っているんだって思うこともさ、ね、誰に対しての、なんかね、私はもう絶対スカートを履いてたまるかと思って私服でもあんまりスカート履かないんですけど、うんうんうん、ずっとパンツスーツで就活してたなっていう、うん、なんかね、それでさ、スカートじゃないからとか落とされるぐらいだったら落としてくれって感じ、ね、こっちから狙い下げたって感じそういう、ね、気持ちで、そうそう、うん、それは確かにそうなんだよね、自分が嫌だなとかこの生き方はおかしくないかみたいなものに迎合していったら、なんか自分の中の何かが死んでしまうよねっていう、そこはすごく分かる、ね、まあね、女性も男性もあの強く生きていきましょうっていうざっくりとしちゃったら、まあでもそれぞれなんか女性とか男性とかもそもそもそこだよね、なんか女性の地位向上とかさ、うん、なんかつくとさ、うん、またなんかね、そう人間のいやなんか女性が輝けるって、いや別に男女関係なく輝こうぜみたい な、 なんかね、それはそれこそがもうさ、そうね、そう思うよね、いやでもそこだよね、うん、っていう、そういうのなくしていきたいと思います今後やりたいこととかある？そうだね、別にやりたいことやりたくないことも なくてさ、うん、あその辺なんだよね、なんか何でもできる、う、ね、うん、上長との面談の時にさ聞かれるじゃん、何やりたいですかって、ね、そう、私前回何でもやりますって言ったら、うん、そうなんだけどって言われたあれあの時さ、私上田の後だったからさ、面談が順番がね、あの聞かれなかったよ上田がね、何でもやりますって言っちゃった、そう、私も多分聞かれてたら何でもやりますって言ってた、そう、それが日本交通っぽいなって笑われたんだけど、うん、そうだね、でもやっぱりなんだろうな、今まではこう育ててもらった側というかさ、まだやっぱ入って1年目、ね、2年目っていうのはどれかというと先輩の、うん、あの人からいろんな、ね、日本交通の、まあ、仕事内容もそうだし、うん、こういう考え方をする会社だよとかもそうだしっていうのをどんどんこう、ね、インプットして、うん、で自分のものにして慣らしていくっていう、まあ、工程だったけど、実際にこう人事としてこれから社会人になっていく学生さんとねお話をして、その人の良さを知ってよし来いってなった後にも携わりたいなっていうのはここ半年くらいですごい思うようになったかなって、だから現場で育てるっていうのを私たちはさしてもらったことしかないじゃん、運行管理者とかっていうのをしてないので、そこはねすごくね興味があるなとは思ったりしてます、うん、そう、なんか今まではそれこそ日本交通のその、まあ、育ててもらって、まあ、入社年2年丸2年とかで結構教えてもらうことも多くて、うん、会社をさこう変えていくとか、うん、なんか社会を変えるみたいになって、まさかこう自分がやるとかいう思いはまだこうなかった、そうだね、まだ芽生えてない、芽生えてなかったんだけど、今年こんだけ変わったじゃん、ね、うん、その採用のやり方も学生さんとこう話すスタンスも全部が変わって、で全部が、あこれはもう私たちが確かに本当にやりたかったことだなって私たちもなったし、多分学生の皆さんにとってもこういう方法があるならいいじゃないかって思ってもらえるようなものだと思っていて、あだったら私これ作りたいとか、ね、うん、あの内定後のお手紙とか作ったのもそうだし、うん、こういうふうに、ね、あの内定者の方と関わればいいんじゃないですかとか、こういう選考やったらいいんじゃないですかとかっていうのも、なんかもう本当に個人単位のこう思いつきのアイディアだったり、なんかそこからもうわーって今広がってるこの感覚が、うんね、発生していって、ね、
あ、作っていってるな、うん、変えていってるなってこういうことなんだっていうのを感じ始めて、でもそれがさ一人一人ができる仕組みを作ってる、それがまさに M プロじゃない、うん、って思うので、なんかねその楽しさもこう希望を持って入ってきてほしいな、うん、みんなも、まあ、教えてもらうこと多いと思うけど、でも自分もこうもう同時に作っていくんだっていう、その担い手なんだっていう、楽しいよそれが。じゃあ1年目からできるってさ、なんかやばくない？1年目ってなんかもういっぱいいっぱいだから自分から発信するって言われたことを着実にミスなくやるみたいな、うん、決まった仕事を、ね、そうそうそうこうやるべきっていうの、でなんかそこでポンって思ってもさ、やっぱ1年目だからなとかさ、うん、なんかもうちょっとこう偉くなったらじゃないけどさ、うん、言おうかなみたいなのもあったのが、それが実際に、ね、ないから自分がこう、うん、手作りで会社を良くするために、でもっと言うとこう社会を良くするために自分のアイデアが、ね、社会を変えるかもしれないっていう、熱いよ、やばくないって、ね、それを1年目からね、バリバリ最前線に立って、うん、やりなさいって好きなようにやりなさいってタクシーに乗って、ね、困ってるお客さんをたくさん救ってきなさいっていう、やばくないめっちゃ燃える ね, ね、めっちゃ嬉しいね、なんか、うん、みんなが気持ちよくそこに、ね、乗って走っていけるように、うん、あのこう整えていく、ね、そう、私たちは整えていく側を今度はやるので、もう思いっきり走り回ってください。安心して飛び込んで、ね、うん、来てほしいなって思います、ね、こんな感じでいいかな、はいはい、本日の配信はここまでとさせていただきます。あ、これ最後2人で言うの知ってる、うん、書いてある、ね、よし、せーのでは、せーの、せーの、ま、はい、せーの、また日本交通をよろしくお願いいたします。あ、違う。